お疲れ様です。ケリン一木チャンネル一木です。さあ、岸和田ケリンも S 級決勝戦ということになっておりますので、ね、こちらの方を楽しんでいきたいと。前予想の方は前日に、ね、出しておりますので、そちらの方をしっかり見ていただきたいんですけれど、まあ、私はね、1番の脇本選手から、7番の古性選手、2番の郡司選手、3番のね、佐藤慎太郎選手、こちらの方で本戦予想というのを出しております。さあ、どれぐらいつくのかね、見ていきましょうということで、まずは1番、7番、4.0 倍、7番、1番、7.4倍、もうここはしょうがないですよね。ですけれど1番2番 15.4 倍、2番、1番 26.3 倍、ここおいしいんじゃないかなと。1番3番22倍、3番、1番 57.5 倍ということになってますので、まあ1771で入ったらしょうがないと。1221、1331入ればボロ儲けみたいな形でね、購入の方はしていきたいかなと。そして7番の古性選手からですよね。7番2番39倍、2番7番44倍、7番3番56倍、3番7番80倍。こちらの方もね、抑えたいと思います。もちろんね、佐藤慎太郎選手からね、まあ、手広く狙っていくというところはね、まあ、穴でしっかりと狙ってはいきたいんですけれど、7番の古性選手からもね、思ったよりもつくということになってます。っていうか、1番の脇本選手からでもかなりつくということになりますのでね、まあ、9番の新山選手が逃げた時っていうのは、3番のね、佐藤慎太郎選手がね、かなり恵まれてくるんじゃないかと。ただ1番のね、脇本選手ラインからね、優勝者を出すということで、今までの脇本選手の走りって見てるとね、決勝戦で逃げることってあるんですよね。ということは万が一まくりだったら1番のね、脇本選手でいいと思うんですけれど、万が一逃げた時っていうのはね、古性選手から、そして1番の脇本選手が3着に釣った時、2番、3番が突っ込んできてくれればね、すっげえ面白いんじゃないかと。そして普通に突き抜けた時、7番、8番、32.5 倍というね、ここも考えられますんで、まあ、このね、1からと7から、まあ、ここはね、しっかりとね、狙っていきながら、3番の佐藤慎太郎選手というところでね、球を張っていきたいかなというふうに思います。さあ、結果どうなっているのか見に行きましょう。スタートです。脇本雄太選手です。圧巻のスピードから見せた開幕戦からここまでどうですか？まあそうですね、まあ、6日間という長い日程ですし、かなり体力は削られている感じはあります。外外踏まされても一着です。まあ本当に神人だと思ってます。どう戦いましょう？まあ、そうですね、近畿3人まとまって僕が先頭で一生懸命頑張りたいと思います。決勝戦も一生懸命頑張ります。お願いします。このシリーズは満身創痍な状態かっていうふうに言われていました。いかがでしょう？僕の状態で勝ち上がれたっていうよりは本当にラインのおかげで勝ち上がれているので、本当に感謝しかないです。決勝戦どう戦いましょう？同県で松井がいるので、松井の後ろでしっかりと頑張りたい。松井自身こうやって G1 決勝上がってきて、もう優勝取れる実力は十分兼ね備えていると思うので、本当に優勝を取るつもりで松井に走ってもらって、そこでチャンスあれば僕も優勝を目指して頑張ってます。4走したご自身の手応えは？まあ疲れも感じませんし、状態はいいのかなと思っています。どう戦いましょう？まあ強兵がいますんでね、しっかり自分の仕事をしたいなと思います。今大会では新山選手との初連携ですね。はい、まあ過去には何度もありますし、強いところをいつも感じてますんで、明日も信頼して任せたいと思います。優勝に近い位置じゃないですか？まあそのね、そこはあまり意識せずに、目の前の自分のできることをしっかりやりたいなと思ってます。今大会そして岸和田っていうのは抜群の相性に見えますが、まあ、そうですね、今回決勝乗ったんで、まあ自信持って次からもいけそうです。ここまでの4走はいかがですか？まあ、体はちょっと重いんですけど、最後の伸びっていうのがちょっとあるので、まあ、悪くないかなと思います。どう戦いましょう？松浦君の後ろで頑張りたいと思います。また直線の伸び期待していいですか？まあ、そうですね、ある程度、連れて行ってもらえば勝負できるかなと思います。今日は同着結果待ちというところもありました。まあ、同着でまず1回ガッツポーズしました。このバンクどうですか？まあちょっと天気によってコンディションが結構変わるんで、そこがちょっと難しいかなと思います。決勝どう戦いましょう？はい、洋平さんの前で自力自在に頑張りたいなと思います。脇本さん強い
んで、まあ先に仕掛ければ理想かなとは思うんですけど、精一杯自分のできる走りを頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ファイナルの舞台上がってきましたね。はい、久々の G1 の決勝ですね。準決勝戦はもともと一緒に戦っていたナショナルチーム新山選手との対決もありました。北井さんはちょっと行かれちゃったんで、しっかりそこ切り替えさせていただいて、まあ絶対一着取らないとと思ってたんで、はい、まあ、新山に勝ててよかったですね。決勝戦どう戦いましょう。はい、神奈川郡司さんと2人なんですけど、僕が前で頑張ります。小さいレースしないように自分らしいレースができればなと思います。初戦を払拭する3走ですね。まあそうですね、苦しいですけど、はい、決勝戦どう戦いましょう。まあ、脇本さんの後ろで頑張ります。まあもうしっかり僕は追走に専念して、はい、ディフェンディングチャンピオンとしての連覇というところもファンの皆さん期待されています。まあ意識してできることではないんですけど、まあしっかりチャンスがあれば頑張りたいなと思います。4走した手応えは状態的には間違いなくいいんですけども、1着取れてないんで、はい、まあ最終日に取っておきます。決勝戦はどう戦いましょう。はい、脇本君と小翔君がいるんで、迷いなく3番手いきたいと思います。直線勝負ですね。そうですね、絶対チャンスはあると思うんで、はい、そのチャンスをものにできるかは自分次第だと思います。今シリーズは長丁場のシリーズですが、いかがですか。まあきついですけど、まあ、若さでカバーしていきたいと思います。まあ、しっかりケアもできているので、まあ、6日間戦えるように体も作ってきましたし、明日もしっかり走れると思います。どんな走りが理想ですか。まあ、自分の力出し切れるような走りをしたいです。また風を切って、まあ展開次第ですかね。はい、ファンの皆さんにメッセージお願いします。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。1番は福井脇本雄太、2番神奈川郡司浩平、3番福島佐藤慎太郎、4番佐賀山田洋平、5番広島松浦雄二、6番神奈川松井光雄、7番地元大阪古庄優作、8番地元大阪稲川翔、9番青森新山恭平。以上9人によりまして7番車の古庄地元 G1 連覇がかかります。勝てば節目の300勝、舞台は完璧に整いました。午後になって12レース決勝戦のスタート。さあスタート少し牽制が入った中で早くも近畿勢が上がっていく。1番の脇本雄太に7番の古庄優作、8番の稲川翔、少し牽制入ったんですが近畿が前から、中段に今のところは5番の松浦がいます。そして4番の山田洋平、内側2番の郡司、さらには3番の佐藤慎太郎に6番の松井が8番手、新刈りが9番新山という序盤戦です。先頭は1周回目、3コーナーから4コーナーです。スタートは少し牽制が入りまして近畿が前からとなった模様です。1番の脇本に7番の古庄、8番の稲川、1番7番8番と近畿勢が前受け、そして中段の4番手には5番の松浦、追っていくのが4番の山田洋平で西日本の2人です。そしてこの後ろから6番の松井に2番の郡司と神奈川勢、したがって8区番手が新山佐藤という北日本勢となりました。体型は縦一列、正攻法が1番車の脇本、臨海最強の男、勝てば8つ目の G1 タイトル、暮れのグランプリを確実のものにすることができるか。追っていくのが7番車の古庄、初日落車のアクシデントを乗り越えて決勝まで勝ち上がってまいりました。地元バンク連覇なるか。そして8番車の稲川、2014年宇都宮で行われた高松宮記念杯競輪を制しています。最後は古庄と伸び比べといきたいところ。そして中段5番の松浦です。臨海屈指のオールラウンドプレーヤー、正確無比なレースの読みを見せて前を捉えることができるか。追走が4番の山田、昨年のこの大会準優勝の悔しさをバネにこの1年戦ってまいりました。最高の形で締めくくりたいところ。そして6番手には6番車の松井、3年ぶり2度目の G1 決勝戦、この松井の同行レースも大きなポイントになっていきそう。追走が2番車の郡司、3年前の競輪祭はこの松井の番手を回り優勝しています。その再現となるかどうか。そして後方9番手の新山8番手、今シリーズ日に日に凄さを増しています。昨年の競輪祭に続いて2つ目の G1 タイトル獲得なるか。追っていくのが3番の佐藤慎太郎です。
ここを取れば松本人志さんの持つ最年長 G1 優勝記録を更新いたします。ラインは細かく4つに分かれた細切れの4分線、前で待つのが近畿勢、そして4番手に5番の松浦、6番手には6番の松井がいて、後方は9番の新山です。さあ1番の脇本が誘導員と車間を開ける中、後ろからここで9番の新山、中段後ろを振り返って5番の松浦です。さあ前で待つのは近畿勢、さあここで後ろから9番の新山が行くんですが、前では1番の脇本、さあ近畿勢がペースを上げていって、さあここは1番の脇本が前から突っ張っていきました。さあ脇本の突っ張り先行、9番の新山ちょっとバックを踏んだ、そして5番の松浦は4番手を追走、6番の松井、そして2番の郡司と南関東でもちょっと連携が乱れました。前から決勝戦、1番の脇本が突っ張り先、追走が7番の武将、3番手には8番の稲川翔です。中段4番手、5番の松浦、さあ4番手、5番の松浦、バックっていけるか、最終周回の2コーナーからバックストレッチ、1本棒4番手、ここで5番の松浦がまくっていきました。3番手、2番手まで上がっていく、さあブロックを見せて、7番の交渉優作、前ではかかっている、1番の脇本、4コーナーを回ってくる、バンドから抜け出して、7番の交渉優作、前から1番の脇本が突っ張って逃げる流れとなりました。4番手まくったのは5番の松浦、それを止めて、7番の古生を返す刀、最後は7番の古生が抜け出しています。角度を変えたスローリプレイ、7番の古生優作がやりました。そして3番の佐藤に8番の田川、見事第74回高松宮記念杯競輪で優勝に輝きました古生優作選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。この声援どう受けてますか？そうですね、まあ、本当にこう初日お客さんに迷惑かけてしまって、本当に申し訳なかったですけど、なんとか最後優勝できてよかったです。それではレースを振り返っていきたいと思います。選手の皆さんが号砲が鳴って発走機に離れていきました。近畿勢は前受けになりました。脇本選手の番手でどう見てましたか？まあ、そうですね、本当に作戦いつも通りなかったので、本当に脇本さんの後輪に集中して、しっかり自分のできることをやろうと思ってました。新山選手を突っ張りました。その後はどうでしたか？新山君も抑えに来るのが遅かったですし、もしかしたらスイッチ入るかなと思ったんですけど、本当に強かったです。4番手の位置には松浦選手の位置確認してましたか？そうですね、分かってました。そして直線ではどう踏んでいったんですか？そうですね、松浦君はすごいいいスピードできましたし、しっかり張って、あと、稲川さんがまだグランプリの圏内じゃないので、しっかりこう稲川さんにもあるチャンスがある走りをと思ったんですけど、本当にこう難しい判断にはなりました。先ほど古生選手自身も触れていただきましたけれども、初戦で皆さんに迷惑をかけましたというコメントでした。ですがそこで立ち上がっていくシーンをファンの皆さんは見ていて、一緒に戦っていこうというふうにファンの皆さんも思ったと思います。絶対優勝してくれると思ったからこそファンの皆さんが声援を送ってくれたと思います。応援していただきました皆さんに一言お願いいたします。本当にこう2日目からこう何度か気持ち的にも結構苦しかったんですけど、しっかり立て直そうと思って、本当に岸和田の来てくれたお客さんの声で、しっかり精神状態を保って走れたかなと思います。応援ありがとうございました。そしてこの素晴らしい舞台の締めくくりで300勝も決める、素晴らしいですね。本当にこうこれだけのお客さんの前で優勝できたことも嬉しいですし、300勝できて本当に嬉しいです。第74回高松宮記念杯競輪優勝古生優作選手に毎日大きな拍手を送りください。おめでとうございました。はい、それではね、振り返りの方行きましょう。やはりスタート牽制がありましたので、1番の脇本選手が前を取らされた形ですね。そしてうまくね、この後ろに5番のね松浦選手が入れたと。ちょっとね、2番の郡司選手、松浦選手入れましたね。ですので後方後ろ中段が
6番2番松井幸雄と2番の郡司、9番3番、新山に佐藤慎太郎ということですね。さあ新山が抑えに行くのがいつもよりかなり遅いということになってます。脇本車間開けてます。決勝戦だけ先行するのかというね、ことでいきました。脇本選手のスイッチが入りました。もうこうなればね、新山選手も脇本選手とまともにもがきはわけにはいかない。ワンチャンス取るためにね、下げていきましたね。まあ、うまく佐藤慎太郎選手もね、どこか位置を取りたいというところがあったんですけれどね、6番の松井選手、このあたりが下手くそですね。さあ、こうなれば1番脇本選手、男気先行ということでね、後ろは7番の古性、8番の稲川、大阪コンビですからね、ここどこで走ってるんですか。そうです、岸和田ですということで。4番手から松浦選手がまぐりに行きます。古性選手が渾身のブロック、稲川選手がしっかりとね3番手、インを締めていると。さあここからもう一発ね、稲川選手がね5番を振りに行ったところ、3番の佐藤慎太郎選手が潜り込んできて738ということでね、まあ、古性選手が連覇300勝達成というね、まあ、それも全ては脇本選手の男気先行のおかげなんですけれど、まあ、勝ち切ったのは、古性の力もなければ無理ということになりますし、コース見つけて突っ込んできた佐藤慎太郎選手もね、これもうあっぱれとしか言いようがないですよね。そして私の、穴予想でね、佐藤慎太郎選手からしっかりと3773はね、折り返しの方をつけておりました。的中、しかしクソコメがついておりましたね。穴予想オッズを見ての予想なんて信じられないとかでねコメントついてましたけれど、見てみ7337入ったやろうということでね、あの本戦予想と穴予想これは別々でしないといけないということでね、何も適当にねオッズのいいとこ狙ってんじゃねえんだよというね、入るのをね予想してんだというねことがありました。まあちょっとね今入ってテンションが上がっておりますけれどね、まあ7番の古性選手おめでとうございますと、ただし脇本選手あっぱれでしたということでね、やっぱり脇本選手ね決勝だけ逃げるんですよね。これを覚えておかないとダメだなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次のケケリン動画の方でお会いしましょう。さようなら。